この動画をご覧の皆様、この度はご視聴ありがとうございます。プロレスリングバローのトップレスラー、ボクスユウヤです。今回は、活動休止状態の当団体の今後についてご報告したく、このような会見の場を設けさせていただきました。前期、すなわち第4期での活動は、他団体のレスラーを多数招いて興行をしておりましたが、思ったほど盛り上がらなく、また、 他ユーザー様たちともそれほど打ち解けられなくて、他団体との交流は中止し、当団体は鎖国体制に路線変更しましたが、その後どうしてもモチベーションが上がらず、事実上の休止状態となっていました。しかし、そろそろバローの活動を再開させたいと思い、中途半端な第4期はさっさと終わらせ、第5期を無理やり開始させようと思います。他団体との交流を廃止し、 自力での運営を決意した第5期を始めます。そこで近日、第5期開幕を記念した大会を開きたいと思います。ここからは画風がリアルになった広報部長、天野はかりがご説明します。パロー第5期の大会はパロー女子部門、通称バロジャも巻き込みます。つまり、次のイベントはパロー・バロジャの合同イベントです。 バロー男子の試合は当チャンネルで、バロジャの試合はサブチャンネルであるバロー、何でもチャンネルで公開します。ですので、両チャンネルをどうぞよろしくお願いしますね。バローの熱い戦いを、いや、うーん、ほほん。俺が率いるヒール軍団メンタルブラッツが、バロー本体をぐっつぶしてやるからよーく見とけよ、オラー。というわけで、 新生バラオ第5期突入記念大会開催のお知らせでした。